専用技スケッチによりどんな技でも自分のものにしてしまう最強ポケモンドーブル。そんな無限の可能性を秘めたドーブルの三手撃、ドーブルマンインフィニティ、とくとご覧あれ。どうもシンプルでカジュアルのヨロです。楽しんでーす。はい、まあ僕たちが以前使っていたポケモンの中で人気投票するならば、ナンバーワンのポケモンといえばドーブル。そうだ、うん、めちゃめちゃこいつ人気でして。そうじゃんね。うん、なので今回ドーブルをさらに新しく生まれ変わったドーブルをね、披露していきたいと思います。ごめんおみゃら、俺たちのドーブル強えんだわ。ドーブルがサンタでするとこ見たことあるか？ないでーす。ないでしょう。まあ村家とかでサンタてはあるかもしれんけど、はいはいはい、そんなことはせんと。さあよ、うん、ドーブルで殻を破って全抜きしていくっていう、ね、当たり前や。当たり前、ドーブルの使い方を間違うな、お前ら。正面突破していく。それが我々のパーティーだ。キノコの胞子とかすな。弱い弱い、あの方は。とりあえずね、性質はもう決まってます。なるほど。一応ね、エアームド先発でトリトドン起点作っていって、ドーブルで殻を破っていくっていうね。なるほどなるほど、最強のルートがあるんですよ。ただ待てよ、うん、相手一体最悪のポケモンいないか。最悪のポケモン誰だい？左の真ん中のピンクいやつやばくないか？左の真ん中のピンクいやつやばいな。これちょっと負けだわ。一応ジャラランガとかアヘルガーで、うん、なんかドーブルがしんどそうなポケモンを来させないようにしてるんですけど、うんうん、ピクシーか。いやでもわからんわからんわからん。ただ出してこんかもしれんし。天然ピクシーはやばいな、うん、天然ピクシーやばいけど出さないでくれ。さあ、守るサンタ戦よろしくお願いします。お願いします。みんなのドーブル愛を守っていきたい。サンダースから、サンダースから来る。待って、エアームドやばいって。いや大丈夫、ステルスロック巻けりゃいけ。あーそっかそっかそっか、うん、ステル進化時名物ステロ巻くだけやつね。ステロ巻けりゃいけ、大丈夫、ステルスロック巻きます。いけ、いきます。これはボルトチェンジやろうな。うん、これはボルトチェンジ、こっちもは。で、裏誰なんだろうね。あー嫌だ。おお、でも頑丈までいかんね。なるほど、まあまあ HP しっかり太る。はい、で2体目誰だ。誰、カメックス。カメックス、まだある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 、全然ある、全然ある、全然ある。いや、ピクシーさえおらんかったら、ピクシーじゃなかったら全然あるだ。全然ある。だってカメックスにもサンダースにもドーブル抜群技持ってます。あ、そうだ。持ってますんで大丈夫。そうなのか。はい、覚えます。ああ、うん、エアムドはもうお役ごめんです。はいはいはい、ステロ負けないから。悪だけ見たことあるよ、カメックスって。ない。あ、じゃあもう死んだな。大丈夫で大丈夫で。でも次トリトドンが出てきて、はい、いいぞ。そういうことです。トリトドンでしっかりと、呼び水なんで水技も効きませんから。なるほどなるほど。ソスケです。はい、ありがとうございました。もうこのね、戦術でしか行かないから。もう絶対戦術なんで。なるほどなるほど。うん、まあどんなパーティーだろうがこの戦術で行くという。頼む、マジ頼む、ピクシーがおらんかったら、ピクシーも頼む、頼む、ピクシーがおらんかったら頼む、頼む、ピクシー。え、あと一体誰だろうな、可能性でした。あ、でもまあ風鈴とかカビゴンとか絶対あるしな。頼む頼む、カビゴンだりな。カビゴンも嫌だ。カビゴンはだりな。あと誰ならいい。あと、ニドキングか。ニドキングはマジで勝ち。ニドキング来い。ニドキング、あ、でも不意打ちあるとちょっと誰だ。いやもう弱い、このパーティー。もうあ、でも不意打ちあるとしたら、もう殻を破るとの策で勝てます。あー、なるほどね。はいはい、うん、だし、うん、大丈夫だと思うんだよな。なるほどね。うん、まあ、カメックス引いてくるでしょう。そうね、うん、さすがに。あ、あくび。え、だるだるだる。あ、大丈夫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 。え、まとわりついてあくびします。あ、そうかそうかそうか、うん、どうせ起点作れんけん。なるほどなるほど、うん、起点になりませんから。あ、じゃあちょっとカメックスちょっと一生ちょっと遊ん起きるまで取り除くか。そうね、うん、で起きた瞬間にあくびして、うん、でいいよね、うん、ここはそうだね、ここはもうもう一回まとわりついて、ね、打点ないんでカメックスは。なるほどね、うん、大丈夫です。アクハ、オッケーオッケー、大丈夫です。トリトドン耐えましょう。耐えよう。オッケー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 。最速起きしてくれ。うん、最速起きしてくれ。持ち物何ですか。持ち物は、うん、持ち物、お前草半減やわ。おお、やべえって。草半減、大丈夫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 。信じるぜ。150218が6670ヒントゲーム。お、ば、なんだ。オッケーオッケーオッケー、呼び水最強。ナイスナイスナイス、ありがてえありがてえ。ナイス、トリトドンの特性ご存知なかったね。ナイス。オッケーオッケー、蓄積、この蓄積ダメージでかい。うん、カメックス耐久あるんで。そうね、うん、お、起きてくれ。ここ起きたらもうマジで、マジだの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 。波動だ波動だね、めっちゃ波動。波動、まあそういうポケモンだから。オッケーオッケー。あー、もうもう一発耐えるから。やってるこいつ。もう一発耐えるから。絶対昼見歩き悪の波動がいいぜ。うん、絶対お相手し。確かに。さあ、頼むよ。ここここや、ここや、マジでここよ。いや、絶対悪の波動がいいって。絶対悪の波動がいい。でもありがとう。ありがとう。
これとオッケーよっしゃー、完璧だ。で、まとわりつくが、まだまとわりついてるよね。あ、まだまとわりつけ。よしよし完璧な起点ができた。完璧な起点ができた。オッケー、置き土産でも退場します。おっしゃー、あるぞ、マジで。ピクシー次第ピクシー次第ってまだあるぞ、みんな。マジでピクシー次第。俺たちが信じた動物のインフィニティを。オッケー、ここで救助当たる。トリトだ、お前、さすが。分かっとる。分かっとる。いやー、最後まで救助隠したね、お前は。自分の仕事が終わった瞬間に股を広げるタイプのトリトだ。あ、やばこいつ。ドーブル行こうか。いけ飛べ。オッケー、いきなり来るか。まあいきなり来るってさっきね、初戦ちょっとボーマンダとバンギラス出てきてちょっとやられたんですけど、やっぱ来ます。見たことねえだろ。オッケー、もう2回やば。オッケー居座ってるよ。オッケー、居座ってるピクシーだけ。あとピクシーおったら天然じゃないかもしれんし。そう、マジックガードやったっけ。あるね、もう一個。あ、もう一個のなんかステロとかドクドクとかダメージが効かないやつね。うん、あの可能性もあるから、うん、大丈夫。ここはどうしようね、退却していくか。いや、ここは殻を破っていく。眠れ。うん、いや、ドーブルは散達するにはやっぱ運は必要だから。そう、眠れ。いや、こっち結構起きとった。寝とったよ。眠れ。トリトドめっちゃ寝とったよ。あ、まだか。そうちょっと待って、いつ眠れ。やめて。よしオッケーだ、オッケーだ。ここはもう普通攻撃していく。欲張る。さあ、まずは、大撃。うわぁ、すごい。大撃、ゼクローム専用技。やばい。威力130の物理技です。ドーブルマンインフィニティ、これで水タイプのポケモンをしばいていきます。あ、いけ。当てろよ。よし、さあ、まず1体。ドメー、ドーブル、すごいエフェクトだ。舞い降りるドーブル、すごいエフェクトだ。これがドーブルマンインフィニティ。無限の可能性があるからね。見たことねえ。オッケー、次は誰が来る。デート対戦で見たことねえ。次は誰が来る。誰、まあ、アクアジェットあるけんね、あそこは殻破らんけど。サンダース。サンダース。オッケー、サンダースにも抜群の技があります。いや、マジっすか。さあ、見せていきましょう。次の技はこれだ。当てろよ。これめっちゃ不安定だから当てろよ。何パー。85。なんでそんな技ばっかりだ。85か90。当てろ。うわー、グラードの専用技。考えがすごい。マジであるぞ、マジで。あと誰普通ピクシーから来る。確かになんで。いや、わからん。まだこのステロが、あ、ステロ入ったってことは天然やわ。うんかよ。いや、ただ、あ、メテオドライブは相手の特性無視して攻撃するから殻を破るが適用されるんじゃない。インフィニティ、これ命中、命中何命中は100です。いやー、安心。これはメテオドライブ。マジで、待っていける。一応ミミックのためにメテオドライブをね、うん、搭載してるんですけど。ピクシーの天然を貫く、貫けんじゃね。貫けるか。いけ。ムサハトラクラ。飛んだ。いけ。飛ばせ。お前、あー、そう来るか。お前ここに来てそんなことするかよ。いや、ただこれ天然貫いてる。なるほど。うん、これ当てれば勝ち。当てろドーブル。こんなやつ負けんな。飛んだ。やば。ドーブルが飛んだ。うん、マジで強っこのドーブル。完璧やった。ちょっとやばい。二度とそんなピクシー使うな、守る。やば。ピクシーは徹底貫いた。ドーブルが貫いた。ドーブル、いきなりいったな。さあ、お待ちしました。ニンジンさん対戦よろしくお願いします。お願いします。もうずっとエアームドトリトドンドーブルで戦争してきます。今7戦を消化して、3勝4敗。意外にやれてる。意外にやれてるんだ。もうね、ジャラランガヘルガーサンダーは絶対に出しません。オッケーオッケー。ボーマンダー俺ね、ボーマンダードーブルで刺せないけど、絶対出てきません。もう言い切ります。出してくる人いるの意味わかんねえんだよ。あ、まあ特殊ボーマンダーやったらまだあるかなって感じだけど。なるほどね。ただ、まあ、エアームとサンダーっていうね、この包囲網によってボーマンダー出せない。まあ特殊マンダーやったらね、出せるかもね。だったらもうリザードンの方が絶対いい。マンモスデビルも出せんやろ。マンモスデビルは出せないんじゃないかな。分からんけどね。じゃあもう4体だ、相手から出てくるのは。まあミミックカプテデフっていうこのドーブルで飛ばしたいなっていうポケモンがいるんで、うん、でこの左上のね、うん、ヤドキングね、
ヤドランだったら防御待機あるからさ、なるほどなるほど、雷撃でもちょっと飛ばないかなってなるんですけど、ヤドキングは特殊方面なんだよ。なるほどね、だからここはエアームのトリトドンドーブルが多分火吹くパーティーじゃないかなと思うんだけど、いや、挑発テテフやめて。あ、挑発テテフやめて。さっき挑発テテフの人に負けてね、そうやったらリスナーでからね、ダイレクトメールでめっちゃ煽られるっていう相手にしないと。煽りは相手にしない。さあ、このエアームのトリトドンドーブルで有忍び飾りましょう。はい、行きましょう。さあ、ニンジンさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。これでボーマンダが来なければもうこっちの策略の、うん、うん、こっちがね、勝ってる。いけ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 、これマンム OK。 あ、マンム来るんだ。最高最高の出し勝ち。あ、確かにこれ最高の出し勝ちだ。ステロすんな。ステロはすんなよ。ステロやめろよ、マジで。ステロしそうじゃね、こいつ顔。そんなステロ顔。あ、オッケー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 。あー、挑発したかった。じゃあ、あー、そうね。いやでもそれは結果論やな。あー、なるほどなるほど。うん、あ、で、いや、命の弾はない。あー、もうステロないか。眼風自身、つららばり、つぶてや。なるほどなるほど。弾はいけ。弾はステロない。飛べ。意味わかんない、うん、火力もね、アップさせるのにステロマンは鍛えてる。あ、ちょっと、そっか、うちのマンムにも盾あるじゃん。そうなんですよ。インフィニティ、インフィニティあります。そっかそっかそっか。ただつぶてがあるっていうのはちょっと誰。あー、そっか。うん、先制技あるとね、助けがね、ちょっと助けで耐えたとしてもやる。まあ、カプティティブはね、相手のパーティーにいますから。当てすぎ当てすぎ、こいつ当てんな当てんな当てんな。あ、そっかそっか、うん、テテム出してくれればもう。そう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 、いいのか。そうなんですよ。めっちゃ AM で削られた。いやだ、ここまでタマママンズよ。あ、なんで？なんで？なんで？ま、特殊ワンダか？特殊ワンダやったらまあ全然全然あるけど。うん。なんで？メガシロメガシロメガシロ。特殊ワンダじゃろ。メガシロ。オッケー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 。まあ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 。打点はないが。打点はないけど。お、前。前前前前。特殊ワンダじゃないことを祈りつつ。そうやね。三三七拍子。カモン。カモン。してみない。よくわかんないです、ね、落ちないぞ。落ちない。何しに来たの、ボーマンダ。お前マジ何しに来たの。サンダーもエアムドって何しに来たの、マジで。わかんないわ、俺。オッケー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 。来たよ来たよ、これ来た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 。しかも結構削れるが、ステロ、ステロのダメージもあるし、うん、ハンドのダメージもあるし、またステロ入るからね。ボーマンダ多分いけるよ。いけるいけるいける。ボーマンダいけるオッケー。ここはまあ、ツバメだし、いや、挑発以外はエアムド、うん、落ちるんで、うん、他もつまみらしいです。ただ最近ねがなー、すげえ痛いんだよな。そう、痛いんだよね、結構結構ダメージ食らっちゃうんだよね。だからここはもうあくびループでいいね。ステロ巻いてるから。あ、そうですそうです。うん、まとわりつく必要はない。もうずっとあくびしていきます。はい、うん、エスパー Z は知りません。はい。エスパー Z はマジで帰ってどうぞ。うん、エスパー Z は知りません、うん、ここもうあくびしていきます。はい、うん、ミラコート怖いだろ、打てねえだろ、最高記念室。うん、そもそもミラコート怖いだろ、トリトトン。確かにミラコート怖いけど、でも削りはね、必要かもしれない、うん、なるほどなるほど。うん、どう覚えてくるかね。ボーマンダ俺のちょっと予想外けど、まあまあまあ。オッケーオッケーオッケー。怖いよな怖いよな怖いよな。マンダだろ。オッケー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 。誰か眠れ。マンム飛ばしてな。マンム飛ばし、あ、波乗りしたいってこと。波乗りしていった、あれは。そうね、一回地震やられて。うん。いやここはもうアクビループでいい、アクビループでいい。そうね。うん。いや、まとわりつくでいいよ。ここまとわりつくか。ここまとわりついていい。オッケー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 。眠った。うん、眠った眠った。これどうするんですか、この後。ここはね、うん、そうだね、マンム飛ばしに行くか。あー、波乗りだ、ここで。うん、ここ波乗りして、だから太鼓記念室も耐えるし。確かに太鼓記念室耐えるし、うん、ステミタックルも耐えるので。なるほどなるほど。うん、それいいじゃん。うん、ここは波乗りでいいね。つぶてのつぶてのオッケー、つぶてのね、恐怖から逃げよう。逃げよう、波乗り一回ね。トリトドンこの HP だったらさすがに耐える、どっちも。そうね、うん、いや、よしよしよし、やれてるやれてる、やれてるやれてるやれてる。俺たちシンプルで感じる、まだやれる。強えぞ強えぞ、これなんかインフィニティ構築。うん、インフィニティ強えぞ。みんな使った方がいい。うん。まあ、ステロ巻くだけだけどね。うんうん。ただステロ巻くだけやけど、めちゃめちゃ仕事しとるね。そうね。うん、オッケーオッケー、いいよ。オッケー、まずマンムバイバイ。これでマンムを突破。うん、オッケー。つぶての脅威なくなるのマジでドームにとっては追い風。よっしゃ、ここでアクビやろ。これマジ勝ちに行く、うん、収録終わりたい。収録終わりたいっす、マジで。うん、2時間ぐらいやってます。そうなんだよ、長いんだよ。カプテンオッケー、オッケーです、オッケーです。スカーフだろ、スカーフだよ。いや、マジ願望でしかない。ずっと Z じゃないよ、ずっと願望でしかないもん。絶対やめて、絶対やめて、絶対やめて、絶対やめて。ここで一番嫌なのは Z です。うん、ここで一番嫌なのは Z。 ミラコート超えたろ、帰ろう。うん。よ
しよ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 誰で積むのとは思ってる。確かに。オッケーオッケー、そりゃそうだ。それそうそれそう。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイスナイス。マンダ引かせて、もう一回。マンダ引かしたいね。雷撃圏内に入れて。いや、これもう、そうね、そうね。いや、ここで攻撃してくれれば2回詰めるんで。あ、なるほどね。2回詰めばさすがにボーマンダは雷撃で落ちます。なるほど。うん。いや、いけるぞ。身代わり。あ、だる、だる、だる。あ、待って、やばいやん。だる。だる。一番嫌なの来た。いや、ここはね、うん、ここはどうしようかな。いや、もうここでもうドーブル行くか。ホイールもないからな、まとわりつくでもあれできないし。一番嫌なの来ましたよ。いや、身代わりかよ。すごいいいってな。いや、ここは眠りのターン次第やね。急に劣勢だった。眠りのターン次第やな。捨て身しかないんじゃね。捨て身しかないことを祈るか。羽休めはやばいな。羽休めやばいな。まず寝ろ。うん。オッケー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 。最速攻撃ないと。うん。ここも雷撃打つしかないんじゃね。雷撃、いや、もうメテオドライブでいいよ、ここは。ああ、なるほどね。メテオドライブは命中 100% なんで。1回のカラエブでいけるかな。あ、いけるいけるいける。オッケーオッケー。さすがにさすがに割れる。さすがにインフィニティ頼む。ここで割れたらもう割れるのは割れるんだけど、うん、ここで起きなかったらもう勝ち。スカーフテテフはドーブル、純速ドーブルが多分上抜いてる、上取ってるんで。これ今抜いてんの。抜いてます、抜いてます。え、割れるよな、2段階だよ。おお、やややや、怖い。ドーブル寝ろ寝ろ寝ろ。あ、冷ました冷ました。激凛。これはこれはどうですか。いや、これはいったよ。いや、1回しか積んでないっすよ。いや、1回でいけるって。いや、1回積んだらメテオドライブで落ちるよ、出てくわ。いや、そっか、ステルスラック巻いてる。そういうことですよ。インフィニティ、インフィニティ行ったぞ。あ、飛んでる。かっこいい。飛んでる。かっこいいな。かっこいいな、お前。面白い。これでスカーフテテフ上取ってますんで、うん、75族の2段階上昇は抜いてます。オッケー。95抜いてます。いけ。オッケー。もう圏内だって。ミミック、ムフリミミックが乱数で落ちるから。いけた。いけたよ。飛べ。さあ、まずドーブル終わらせて。ドーブルの胃の中に沈め。ドーブルの胃の中に沈め。うわー、かっこいい。かっこいい。いけ、うっしょい。強い。いやいや、ちょっとボーマンダ来た時動画になるかと思ったけど。うん。うん。身代わりされた時も終わったと思ったけど。終わったかと思ったけど。眠りのターンで助けられた。はい。さあ、ということで、うん、ドーブルマンインフィニティいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。ちょっと今までで一番いい試合が取れたと思ってます。はい。高評価よろしくお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。俺たちの動画がもっと見ていただけて高評価くれるっていう動画にするためには何をしたらいいと思う？わかんないです、隊長。どうしたらいいんですか？対戦としゃべりをもっと頑張ることやない。うわさい。